19世紀に描かれたアレウト族の男女アレウト族、またはアリウト族はアラスカとカムチャツカの間にあるアリューシャン列島の先住民族である。自身の名称はウナンガン。狩猟、武器の作成、ボートの組み立て、織物はアレウトの伝統的工芸の一つである。19世紀の職人は木製のハンティング帽で知られ、その帽子はカラフルなデザインを特色とし、 アシカの新毛や羽毛、象下などが付けられる。アレウトの女性は、オットセイやラッコの毛皮、鳥類の皮からパーカーを作り、また何人かは、ライムギの藁やビーチグラスを編んでカゴを作り上げる。表記では、アジア大陸と北アメリカ大陸が陸続きだったため、そこから大勢の人々が北東アジアからアメリカ大陸へと足を伸ばすことができた。これが、 ネイティブアメリカンの祖先たちである。そして表記が終わりを迎え、海面が上昇して孤立するアリューシャン列島に残った集団がアリュート族の祖先である。土地が貧しく資源の少ない島であったが、彼らは流木や海の生物資源を巧みに利用して生活した。中でも特徴的なのは怪獣を狩る技術の高さである。怪獣の皮や、 消化器官でできたフード付きの防水服を着て、流木と怪獣の皮で作られたカヤックに乗り、流木と骨で作る投げ槍などを持って数人の仲間と、漁に出てラッコ、アザラシ、トド、セイウチ、クジラといった獲物を捕らえてきた。獲物の体は、ヒレから骨から余すところなく利用した。長年孤立した民族でありながら17世紀までに、列島には約2万5千人が暮らし、 大いに栄えた。しかし、ロシア人の進出により、海洋資源が枯渇し、また、彼らの持ち込んだ疾病によってその数は十分の一以下に激減する。1834年の調査では、アレウトの数は2250人、1890年の調査では1702人、1910年の調査では1491人であった。 彼らは島々の洞窟内に数多くのミイラを残している。ミイラとされた人がどのような人かは分かっていないが、ごく一部の人のみがミイラとされていることから、特別な人だけがミイラとされたと考えられる。アレウトの話す言語は、エスキモアレウト語族に分類され、1989年の旧ソ連による人口統計調査では、アレウト語の話者は487人。 1995年には305人であった。江戸時代後期の1783年1月に遭難した新昭丸が同年7月にアリューシャン列島のアムチトカ島に漂着し、以後カムチャッカへ向かうまでの4年間をそこで過ごしている。そしてその当時の様子が北斎文略に記されている。第二次世界大戦中の1942年6月7日。 日本軍はアッツ島を占領していた。アッツ島にはアリュート人が40人余り暮らす村があった。日本軍はアッツ島を無人化するため、9月にアリュート人の島民を日本本土に移送し、北海道を小樽市で収容した。小樽に抑留されたアリュート人は45人、うち20人が抑留中に命を落とし、終戦を迎えられたのは25人であった。 戦後アメリカ合衆国は、アッツ島民の帰島を認めず、アリューシャン列島のトカ島に移送した。福島ロボットテストフィールドは2019年、アメリカ合衆国両セントポール島のアレウト族コミュニティ政府とドローン飛行試験での連携協定を結んだ。RTF は、東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所事故からの 福島県浜通り復興を目指す研究機関。エルベルグ、カムチャツカ発見とベーリング探検流銀社。1942年、P232。カネコトール、先住民族言語のために、送風館。1999年、P78。アルートル語とは全く別の言語である。桂川補修、北斎文略、大黒屋高田有ロシア標流記。 亀井高高皇帝、岩波書店1993年、27から37ページ、米国セントポール島アレウト族コミュニティ政府と、連携協定を締結しました。公益財団法人福島、イノベーションコースと構想推進機構2019年12月29日閲覧、福島浜取復活の鍵握る。 ロボットテストフィールド朝日新聞デジタル2019年12月29日閲覧ありがとうございます。